シリマイモンはイスラエル出身の歌手。ハイファ生まれ。チュニジア系の父、モロッコ系の母を持ち、スファラディ系ユダヤ人の子孫とされる。子供時代はハイファ北部のキリアットハイムで過ごした。年少者向け音楽コンテストへの出場を機に10歳で歌手としてデビュー。10代後半は国の徴用制度により兵役に服し、 その間はイスラエル空軍の遺門部隊でも歌手として活動した。退役後の2001年には t p e ス制作のミュージックビデオでフィーチャーされる。その後、エーラートにて1年半ほど歌手研バーテンダーとして働き、2003年にはスター誕生に相当するテレビのオーディション番組に出場第2位に入賞。以後、本格的に音楽活動を開始する。 デビューアルバムの制作中は若者向けテレビ番組にレギュラー出演した。2005年ユーロビジョンソングコンテストに国内予選を経てイスラエル代表として出場。持ち歌、ハシェケットシェニシャーにて第4位に入賞した。国内外の音楽活動のほか、ラジオ番組やテレビドラマ、映画、ミュージカル、記念式典への出演も行う。 サッカーイスラエル代表大会出場時の国歌、独唱歌手も務めた。シュロミシャバット、シモンブスキララとミズラヒ楽曲のコラボレーションも行う。2008年には、MTV ヨーロッパのミュージックアウォードにエントリーし、ヨーロッパアーティスト賞のカテゴリーで、第3位に入賞。その後、5大陸、20カ国を結ぶ、世界的なポピュラー音楽、プロジェクト、 グローバル1への参加要請を受ける。2010年、ケレン・ハイエソッと90周年記念式典の主演歌手に選ばれた。2013年から、テレビの歌謡オーディション番組、X ファクター・イスラエルの審査委員を務める。2014年、作曲家、指揮者のギル・ショハットのピアノ、弦楽四重奏団と共演。公式な英語版が存在する曲には、記号、オフした。のアルバム。 ソウルメイトに客演し、バーデン・パウエルのボサノバ曲、プレリュードのサンバ、ヘブライ語曲名、ブラジル・ポルトガル語、サンバ M ・ M プレリュディオを収録。平和の歌、黄金のエルサレムなどの国民的歌謡からポップス、ソウル、R&B まで幅広く歌唱。伴奏の形態にも多様性があり、持ち歌については、ロックバンドの編成が多く、曲によってコーラスが加わる。 吹奏楽団や還元オーケストラをバックに伝統的歌謡が歌われた事例も少なからず存在する。この他伴奏にピアノのみ、ギターのみといったアンプラグドセッションも行われた。レパートリーの多くは現代ヘブライ語で歌われるが英訳された歌詞が意図的に使われる場合もある。ユーロビジョンソングコンテストへの出場にあたってはヘブライ語の歌詞では 過去に目立った実績がなかったこともあり、周囲に説得され、参加曲、ハシェケットシェニシャーの前半をオリジナルのヘブライ語で、後半を英語で歌うことに合意した。ソウル、R&B 系の曲については、ホイットニー・ヒューストン、マライア・キャリー、アナスタシアなど、英語圏出身の歌手の影響を強く受ける。ありがとうございます。